今日は8月24日の火曜日です。大会まで残り今日入れて19日になりましたので、また経過報告を取ってみたいと思います。はい、ちょっと久しぶりで、前回取ったのは7月19日なので、1ヶ月経っちゃったね。1ヶ月ちょっと経って、だいぶ体も変わったと思うんですけど、この1ヶ月間は結構なんかこう自分の中でいろいろ試行錯誤しながらやってきて、いろいろ食事変えたりしてね、っていうのはちょっと停滞期みたいなのがしばらくあって、でそこから抜けたなと思ったらまた停滞みたいな感じで、ちょっとねこううまくいってるようでいってないような、っていう感じの1ヶ月でした。はい、前回の経過報告の時は 68.3kg で、今朝の体重は 66.2、昨日が 66.1 だったんだけど、そこが一応一番今シーズン軽い体重で、一番65キロ級に出場しようとしているので、体重としてはあと1キロちょっと落とせればいいんですけど、残りがね、2週間ちょっとあるので、数字としてはだいぶ余裕なんですけど、仕上がり的にはね、まだ自分の中では8割9割っていうところで、もうあとちょっと、体重以上にね、65切ってももう多分もうちょこっと仕上がるまでは落とさなきゃいけないかなっていうふうに自分の中では思ってます。はい、はい、でその停滞してた間なんですけども、食事そのさっきねこういろいろ変えてたって言ったんですけど、具体的には量をちょっとずつ減らしていくっていうことをやって出ました。ただ減らしすぎちゃうと、代謝が落ちたりね、良くない部分が多く出てきちゃう、かなりこう落としている状態だったから、前回の経過報告の時でも2200キロカロリーぐらいまで落としたので、落とせてもあと200キロカロリーぐらいかなというふうに自分では思ってましたから、とりあえず2000キロカロリーぐらいまでは徐々に落としていくっていうことをやったのと、あとは動く量を増やして消費を増やそうかなというふうにも思ったので、有酸素運動の時間を増やすっていうこともやりました。でその変えた食事内容なんですけど、2200キロカロリーの頃はこんなような食事をしていて、でそこから、まず、朝食べている卵を全卵4個だったのを3個にして、ノンオイルのツナ缶を1個プラスするっていうことをやりました。でそこからあと、昼と夕方を完全に鶏肉にして、夜は牛肉っていう感じでね、晩ご飯を作ってもらって、でそこからさらに、プロテインをやめて、ゆで卵にしました。卵白3個、したんですけど、であと夜の牛肉をやめて魚にするっていう感じでやって、で最終的にはそこからさらにご飯の量を減らすっていうことをやって、朝と昼に 200g ずつ取ったのを 150g にしてっていう感じで、それでだいたい1日 2000キロカロリーぐらいの食事になりました。はい、でそれでねちょっと落ちてきたんですけど、そこからもうさらにもう一段階変化をつけようと思って、炭水化物の量に少しこうアップダウンをつけようかなというのを一応今週からやってます。でそれも自分の中ではあるきっかけがあって、前動画アップしたんですけど、息子の空手の試合に、応援に行った時に弁当を持ってたんだけど、でその日は、その体をねトレーニングもしないしそんなに動かさないだろうと思って、炭水化物をなしにしたんですね。なしにする代わりにちょっと油を多めにカーボディブリートみたいな食事にしようと思って、アボカドを入れたりとか、あとタンパク質は鮭とか牛肉にして、でその代わり炭水化物はなしにして、であの日は夜焼肉食べに行ったじゃない。そしたら次の日体重がストーンって落ちてたのね。一気に 500g ぐらい落ちて、だからこういう食事の変化も結構体にとっては刺激になるんだなというふうに思って、っていうのが頭の中にあって、それを一応今週からやろうかなと思って、だけどリプレートはちょっとまだやるタイミングじゃないかなというふうに自分で思ったので、炭水化物の量を半分ぐらいにして、代わりにタンパク質はちょっと油の多い食材にするっていう、そういうなんか波をつけようかなと思って、で一応、昨日の食事は炭水化物は朝ご飯 150g だけ食べて、あとはバナナにして、その代わり、お昼を鶏肉じゃなくて魚にするみたいな感じで、少し同じカロリーの中でも変化をつける、糖質と脂質の量をちょっとバランス的に入れ替えるみたいなのをやってます。それを週の前半やったら後半はまた、
ご飯に戻してみたいな感じでちょっとやってみようかなと思います。でそれを、ラストの週まで一応だから、9月の頭ぐらいですね、9月の5日ぐらいまでやって、でそこからラスト1週間は、まあ、どうしようかなって今ちょっと考えてるんですけど、まあ、同じような炭水化物量でいくのかディプリートするのかっていうのは、まあ、その時の仕上がり具合で調整しようかなというふうに思ってます。はい。であと変えた点としてはさっき言った有酸素運動をちょっと多めにやるようにしたっていうところなんですけど、前は自転車通勤とあと有酸素マシンでやってたんだけど、ここのところずっと雨続いて、自転車通勤はちょっと雨降ってるとできないので、だから全然乗れなくて、だからどうしようかなと思って、朝早起きして歩けばいいんだっていうふうに思いついてですね、まあ、それは実際会員さんでずっとそういうふうにやられてる方もいて、まあ、そういう話もちょっと覚えてたりしてたので、ということで1時間早く起きて外をウォーキングするっていうのを雨降ってる間はやってました。だから雨降ってる時は傘さして、で一応朝起きたら水をまず飲んで、で BCA を10g ぐらい入れて、でそれで歩くようにしてます。歩く最中は何も飲まずに一応手ぶらでスタスタとっていう感じで歩いています。まあ、それは結構ね自分の中では調子いいと思うので、今後も続けていこうかなと思ってます。であと、トレーニングに関してはこれはもうずっと減量スタートした時から一緒で、週6日の6分割でやってます。分割の順番としては足の前と後ろ、ふくらはぎで、胸、背中、肩、腕っていう順番で、あと間に腹筋を3回週3回挟むっていうトレーニングを行っていて、まあ、ただもう今はさすがに残り期間も少ないですし、だいぶ力もねこう出なくなってきてるので、コンパウンド系の高重量っていう種目はあんまりやってなくて、どちらかっていうとしっかりと可動域を取って効かせるような種目、まあ、それでもある程度重たい重量は狙っていくんですけども、まあ、8から10回ぐらいが高重量で、10から15ぐらいが中重量という感じで、あとは20回弱のパンプを狙った種目っていう、そんなようなねメニューの組み方をしています。はい、という感じで、まあ、あと、ねもうちょっとだね何日だっけ、3週間を切ってもね、今日入れて19日、ということで一応今の体の、コンディションチェックをしたいと思うんですけど、日焼けももうちょっとね黒くしたいところで、だいぶ血管だいぶ出るよね、っていうか細かくなってきたね前回と多分全然違うじゃない、1ヶ月前。ああ、ちょっと後で比較してみようか、うん、なんかね、こうポーズ取ってても、うん、うん、取ってても筋肉がね、皮膚の中で動いてるのが分かるようになってきた。はっはっってそれいつもそうってこと？そうだね、終わりの方になると、うん、例えばこういう風にやるとさ、中でこううねうねってなるので、ね、うんうん、皮膚が内側からこう押されるんだけど、皮下脂肪があるとペラだね皮下脂肪があるとこうなるからあんまり分かんないんだけど、今張り付いてきてるからっていう感じで、まあこれが足、うん、僕はね、下半身の仕上がりがどうしても遅いから、うんうん、まあ、足がね、その今言ったみたいに筋肉が中で動いてるような感じになったら、まあ自分の中では OK かなという風に、はい、まあ、そこを目指してます、はい、はい。ということで、まあ、一応ね、ここまで5ヶ月半かな減量してきて、一応スタートした時からの、まあ、スライドみたいな感じで写真を1ヶ月ごとに並べようかなと思うんですけど、うん、まあ、最初3月8日減量スタートした時 77.3kg、 真っ白だよね白いで1ヶ月経って4月8日 74.6kg で、5月8日が73kg で、6月8日 71.4kg で、7月8日が 69.7、まあ、この辺でだいぶ色も変わってきたし、うん、それっぽくなってきたかなみたいな、まあ、一応70キロ切ると自分の中ではね体脂肪率 10% 切るって感じなんで、うん、まあそれなりに筋肉のラインが見えてくるかなってところ で8月8日が 67.5kg で、これが昨日の夜撮った写真で、昨日は 66.1 っていうことで、もう
一絞り頑張っていきたいと思います、うん、じゃあ最後に今回こうやって減量してきて一応ここまでね絞れてきてるわけなんですけども、まあ、改めて体を仕上げるっていうことに対してなんか感じたことがありますのでそれを語っておりたいと思うんですけども、まあ僕の中ではやっぱりこう大会に出る、まあ、そこでその自分の納得する体を、まあこうね、ポーズで表現したいっていう思いがあって、うん、減量ねしてるわけなんですけども、でもやっぱ仕上げるっていうことになると、うん、それプラスアルファのなんかこう要素が必要かなって思って、うん、でそこをですね奮い立たせるのはやっぱり最終的には気持ちの強さが、まあ、大事になってくるのかなっていうふうに思ったんですね。でそれはなかなか一人ではこう生み出すことは難しくて、やっぱりこう周りのね方の応援ももちろんあるし、うん、あとはその周りの選手を見ることによって得られる刺激っていうのもすごい大きいなっていうふうに思いました、うん、まあ、今回僕が大会出る前にいろいろ大会があってさ、うん、でいろんな選手が見に行ったもんね、まあ、直接見に行ったりとか、うん、あと動画をね、うん、アップしてくれたりとか、うん、いろいろ映像を見ることができて、うん、それがね本当すごい刺激になったんですね。よし俺も負けてられないなみたいなやつ、負けてられないなっていうわけじゃないんだけど、こんな頑張ってるから そこの勝負じゃなくてね、うん、なんかこうそこは結局自分との戦い、うん、まあ、自分と戦う時に、うん、その自分と戦う気持ちをすごい強く持たせてくれたきっかけになったっていう風に、頑張ってるなって俺も頑張ってるみたいなね。で僕の場合はやっぱりこう仕上がりにこだわってる、うん、まあ、いい仕上がりで出たいっていうのが一番の自分の中の目標として大会に出てるので、うん、だからやっぱ仕上がった選手っていうのにすごい目がいくんですね、うん、でその仕上がりっていうのはどのぐらいかっていうと、お尻にしっかりと線が入るところっていうのが、うん、まあ、目標になるんですけども、まあ、具体的に名前を挙げるとジャパンオープンで2位だった中泊選手の仕上がりが僕の中ではちょっと今シーズン一番衝撃的で、うん、まあ、いつも中泊選手すごい仕上がりで出てくるんですけど、今年は特に気合入っててすごい、うん、ちょっともう表現悪いですけど気持ち悪いぐらい、どうできるか僕が見ても気持ち悪いぐらいの仕上がりになってて、うん、それは本当になんかこう自分の心に喝を入れてもらえたなというふうに思ってます。であと、先日ミスター愛知、愛知県の大会見に行ったんですけど、そこでもですね、まあ、ミスター愛知で2位だった岡選手っていうねすごい若い、かっこいい体をした選手がいるんですけど、その仕上がりもね、良かったね、すごくて、まあ、中泊選手とはまたちょっと違うタイプの仕上がりなんだけど、うんうん、なんかもうお尻が角材みたいな、うん、ちょっと見たことない、本当間近で見れてね、すごい刺激を受けたんですけどっていう感じで、まあ、そういう選手たちがまあ、トレーニングをしている時の気持ちっていうかね、うん、そのなんていうの、ここにまで持ってくるのにはみたいなのをね、うん、なんかどういう、うん、その、まあ、心持ちでそのセットに入るのかなとか、うん、追い込んでる時にきついんだろうけどその時どう思ってるのかなとか、そういうのを想像しながらやると、うん、まあ、きっとここではやめないだろうな、うん、もうちょっと多分追い込んでるんだろうみたいなのをすごい想像できるので、うん、そういう手がですね、なんかこう刺激になって、まあ、それがその僕自身の仕上がりを進める部分でもすごい、うん、参考になったというかね、プラスになったなというふうに感じてます、はい。まあ、そういう体を作るのってやっぱきつい部分を乗り越えないと、まあ、きっとねならないと思いますし、でもそれで、ね、作り上げた体で舞台に上がれば多分それはすごい自分自身達成感を感じられるし、まあ、それがね、まあ、成功体験としてまた今後の、うん、そのね、選手生活に絶対生きていきますから、でその上で結果がついてくればそれはもう言うことないですから、うん、ということで、まあ、本当自分の納得できる仕上がり目指して頑張りますので、ね、引き続きよろしくお願いします。はい、はい、ということでまた結果報告をね取っていきたいと思いますのでよろしくお願いします。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。